カンドラガラポンマシン、これでもかーっていうくらい上目遣いのゲント君、ジーニアスホームです。わーお、かっこいい。テレビくん7月号の付録を紹介するよ。ガンダマン、みんなこんにちは。今日はテレビくん7月号の付録を紹介するよ。付録の内容はじゃじゃーん、仮面ライダービルド、ガラポンパンドラマシーン。見て見て、ぐるぐる回ってボトルが出てくるんだって。とっても楽しいぞ。それからそれから、ぶっ飛ばソウルのメダル、そしてそしてガンバライジングのカード、それからそれからルパンレンジャーのカード。最近さ、いろんな雑誌結構ルパンレンジャーとバトレンジャー推しだったから、ちょっと寂しかったんだけど、ビルドーさんの付録がドドーンとやってきました。これも最終回がだんだん近づいてるからなのかな。いや、今とっても盛り上がってるからってことだよね。ではでは早速、付録の袋を見てみよう。じゃじゃーん、こちらが付録の材料が入っている袋になっております。これはあれだね、フルボトルになる筒だね。それから、ほらほら、ウッドバソールのメダル。そしてこちらがパンドラマシンの材料だね。袋反対側から見てみると、パンドラマシンの材料ですね、こちらね。じゃじゃーん、カードが2つ入っております。では袋を開けてみましょう。せーの、じゃじゃーん。わー、これなんだろう、透明のやつ。見て、パンドラマシンに使うやつだね。それからカード、こちらは後で紹介しますね。そしてこちら、ドドーンとパンドラマシンの材料です。これね、よく見てみるとすごいんだよ。外の枠の部分使わないじゃない。でゴミになる部分なのに、きちんとね、ジーニアスホームのビルドさんがいるの。粋だね。ここにはクローズマグマでしょ。ほら、こんなところにもいるよ。そしてそして、なんて言ったってこちらです。じゃじゃーん、これでもかーっていうくらい上目遣いのゲント君。ぱっと見小指立ってるかなと思ったら、ドッグタグ握ってるカズミ。真剣な顔のセント君。負ける気がしねえバンジョーさん。ああ、もうこの人今何してるんだろうね。エボルの抜け殻、いやマスターです。この部品っていうか、この写真ね、たまんないね。というわけで、こちら付録の袋の中身でした。あとはね、テレビくんを開くと、こちらにフルボトルのシールがついております。さあさあ、僕は今からこちらの付録を作ります。皆様は出来上がったものをご覧ください。どうぞ。出来上がりました。すごいよこれ。作るのね、ちょっとだけ大変だった。僕こういうの苦手だからね。でもね、ちゃんとできたよ。それじゃあまずはいろんな方向から見てみよう。こんな感じでした。近くで見てみましょう。ちょっとこの照明のね、光が反射して見えにくいんだけれども、見えるかな。ケント君、カズミン、セント君、バンジョーさん、そしてマスター。この写真があるところが、このビルドドライバーのくるくる回るところみたいになってて、ここにフルボトルをセットするような形になります。この赤いところを掴んでくるくる回すよ。でね、デザイン、この一番上の部分なんだけど、ここにジーニアスホームのビルドさんの顔があります。それからこの辺の下の方のデザインも、これはビルドドライバーにそっくりだよね。こういうところとかね。んで、横とこの後ろから見たこの感じ、なんか見たことない。そう、セント君の研究してるところのお部屋、ナシタの地下のあのお部屋だよね。あそこにとってもそっくりなデザインになっております。トウと北斗生徒のマークは、ちょうどここの支えになる部分についてたよ。と、まあこんな感じの凝ったデザインになっております。フルボトルは全部で12本。ラビット、タンク、忍者、コミック、海賊、電車、オクトパス、ライト、ドラゴン、ラビットタンクスパークリング、ロボットスクラッシュゼリー、クロコダイルクラック。いいねいいね。まあちょっと気になったのがさ、このフルボトルの蓋の部分の絵柄がついてるやつとついてないやつがあるんだよね。これってなんだろうね。まあいいや、とりあえずこのフルボトルを先ほどのガラポンパンドラマシンに入れてみるよ。ガラポンパンドラマシンの蓋を開けるよ。そしてここにフルボトルを入れていきます。蓋をして、
準備完了。それでは回してみます。この赤いつまみを掴んでくるくるくる、出ました出ました、海賊フルボトルでした。で、これこういう風にポロ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 出てくるんだけど、遊び方があるみたいで、まずは一人で遊ぶときはラビットとタンク、忍者とコミック、海賊と電車、オクトパスとライト、4組のフルボトルがベストマッチだ。何回回すと全てのベストマッチが揃えるかなって、ベストマッチを揃えるっていう遊び方、一人でできるね。うんうん、確かに楽しそう。それで今日の運勢占っちゃうとかね。あ、それ違う。次行こう。次ね、2人でガラポンを順番にフルボトルが出るまで回してベストマッチを多く揃えた方が勝ち。あ、これはわかるね。うんうん。で、もう一つが、ベストマッチがないものが4種類ありますね。ドラゴン、ラビットタンクスパークリング、ロボットスクラッシュジェリー、クロコダイルクラック、はい、こちらがあるので、そのどれか一つを先に引いたら勝ち。はい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 。または先に引いたら負けと決めて、2人以上で順番に回していく。負けた人は罰ゲームとは書いてないけどね、罰ゲーム作っておくと楽しいかもね。あ、でもほどほどにね。デスソースとかはやめときなよ。うん。あとこれ注意点、あまり早く回しすぎるとフルボトルが出にくくなります。まあそれはね、なんかわかる気がする。という感じで、こちらがパンドラガラポンマシーンでした。今度は誰かと遊んでみたいと思います。これでさ、ワシオ兄弟の兄弟対決とか面白そうじゃない。そのうちこのパンドラマシーンを使って誰かと誰かを対戦させてみようと思いますので、お楽しみに。それでは次の付録紹介いってみよう。お次はこちら、ぶっ飛ばソウルのメダルです。まずは袋から出してみよう。はい、袋から出してみました。とってもかっこいいです。今回のぶっ飛ばソウルのメダルはビルドさんのジーニアスホームです。どうぞご覧ください。見てください、かっこいいですね。ちょっとなんか影が多い感じで暗い感じだけど、お目目のフルボトルの部分とフルボトルバスターがブワーっと光ってるね。これはもうオーラが出てるね。オーラでやっつけられそうだね。強さは RP5400 仮面ライダービルドジーニアスホームでね。こちらのメダルはスケルトンな感じ、赤くて透明な感じになってとってもかっこいいです。では次、じゃじゃじゃん、こちらはガンバライジングのカードです。はい、仮面ライダーエボルコブラホーム、わーお、かっこいい、かっこいい。ぼちぼちね、なんかこうキラキラしてる感じな雰囲気が出ております。はい、こちらのカードの強さはこんな感じですね。デビルスチール、テクニカルバトルに勝った時必殺プラス300、さらにテクニカルゲージがアップする、だって。でこちらの裏側は、はい、こんな感じです。わお、これはエボルストライクだって。すごいね、こっちもかっこいいね。はい、強さはこんな感じです。マスターの体に取り付いたエボルトが変身する悪の仮面ライダー、火星の文明を滅ぼした圧倒的な力でビルドたちと戦う。そっか、別にエボルは火星人じゃないのか、火星の文明を滅ぼしたのか、今更か。ああ、じゃあ次。はいはい、テレビくん7月号付録、最後はこちら、スーパー戦隊データカードダスのルパンレンジャーのカードです。うわー、ルミカちゃんとっても可愛い。はい、こんな感じ、遊びじゃねえ、命がけで怪盗やってんだ。うわ、そうなんだよね。パワーは星3つのうちの2つです。以上、テレビくん7月号の付録を紹介しました。ガラポンパンドラマシンはとっても楽しめそうです。それからガンバライジングとスーパー戦隊のカード、フットバーソウルのメダル、本当に盛りだくさんな付録です。ぜひ買ってください、ぜひ買って楽しんでください、本当におすすめです。おい、カッパなんだよこれ。あ、バンジョーさん、ガラポンパンドラマシンって言うんです。ガラポンパンドラ、お前もしかしてエボルの味方なんじゃねえだろうな。違いますよ、もう今閉めるんです、いいとこなんだから。閉めるってなんだよ。いいからいいから、もうちょっと待っててくださいよ、もう。はあ、邪魔が入ってしまいました。邪魔ってなんだよ。いいからいいからいいからね。
もう今度こそ、今日も最後まで見てくれてどうもありがとうございます。面白いなと思ったらチャンネル登録とかグッドボタン押してください。よろしくお願いします。このガラポンパンドラマシンはまた改めていろいろ遊んでみたいと思いますのでお楽しみに。それじゃあまた見てね。バイバーイ。早く来いよ。だからもうバイバーイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録はこの四角いボタンを押すかこの小豚さんのマークを押してね。コドモスは他にも楽しい動画がたくさんあるのよ。みんな見てね。